物流用語辞典。ドーリーとは、物流の現場においてドーリーとは、手押し部分がない台車のことを言います。搬送機器のことを言い、オリコンや重量物の移動などに使います。ドーリー本体には動力がないので、作業者が押すなどして積載物を運搬移動に用います。様々なサイズ、種類がありますので、物流以外にもレストランやホテル、病院など幅広い業種でも使われています。次はドーリーの特色についてお話ししていきます。サイズや素材、種類が豊富ですので、用途や場所に合わせて選べることができます。キャスターが旋回し、小回りが効きますので、狭い場所での移動に役立ちます。使わないときは重ねて置くことも可能ですので、少ないスペースでの保管ができます。ドーリーとは、動力のない台車全般を指し、次のような3つもドーリーと呼ばれています。1つ目は、機械などの重量物の移動のために下にかませるローラーのついた器具。2つ目は、セミトレーラーの後ろに連結し、フルトレーラーとするための牽引具を装備した台車。3つ目は、撮影現場などでカメラマンなどを乗せるための平台車。といったものもドーリーと呼ばれています。次は、使用時の注意点についてお話ししていきます。荷物を積みすぎると、荷崩れを起こすのはもちろんですが、荷崩れを防止する留め具などをつけていない場合は、押す部分のバランスを中心にするように心がけ、急旋回や急発進、急停止をしないようにしましょう。ドーリーは、効率よく荷物を運ぶのに必要な道具として、物流の現場では欠かせないものです。食品や医薬品などの保管現場には、清潔に保つためのボルトレスのものや、過酷な現場で耐えるように軽くて丈夫なアルミ素材でできたものなど、様々な種類がありますので、それぞれの現場に合わせたものを選ぶと良いでしょう。もしこの動画が良かった、また見たいと感じた方は、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。物流業務で困っていることや、本日の動画の感想などもコメント欄にぜひ書いてください。また次回の動画でぜひお会いしましょう。